アストロの今後の運勢を西洋占星術で占ってみたよ。その他のアストロの占い動画も見てね、MJ。この方は現在兵役に行っていて、除隊するのが2023年の11月ということです。最近、チャウヌが MJ に面会したということで、写真が上がっているんですけれども、MJ とチャウヌの相性を占ってみます。この二人は黙っていても気持ちが通じ合うっていうところがあるんじゃないでしょうか。いちいち言葉にしなくても、なんとなく相手の考えていることが分かって、お互いを理解しやすい点があります。ですから一緒にいてほっとするなぁと感じたり、リラックスできるなぁと思うんじゃないでしょうか。今回チャウヌがなぜ MJ と面会したのかという詳しい理由は分かりませんが、もしかしたら MJ に会って癒されたいなという気持ちがチャウヌにあったのかもしれませんし、心の安らぎを感じたかった可能性もあります。このように2人は心が通じ合う部分がかなりあるんですけれども、注意しないといけない点もあり、2人で一緒にいると過激な言葉を言いやすいという点があるんじゃないでしょうか。というのもチャウヌはああ見えて率直な性格です。もちろん人に対しての配慮ができたり、自分を律する厳しさっていうのは普通の人よりもかなりあるんですけれども、もともと持っている性格としては裏表があまりなく、率直で純粋っていうところがあります。また MJ はもともととても優しい性格で寛大です。そして楽観的な性格です。なのでみんなから好かれますし、本人も性善説で生きている節があるんですけれども、時に毒舌になる時があります。これは人間なので当たり前なんですけれども、この MJ の毒舌ぶりとチャウヌの裏表のなさがぴったり合わさった時、普通は言わないような毒舌を二人で言ってしまう。周りの人が聞いたらとんでもない正直すぎる意見を二人で話しているっていうこともあり得るので、二人だけで話している分には全然問題はないんですけれども、むしろ正直な心の交流をしていて微笑ましいんですけれども、それを関係ない人たちが聞いたり、周りにいる人たちが聞いた場合、なんという毒舌なんだ、なんということを言っているんだと。問題になりかねないので、2人で一緒にいるときはストレートすぎる、率直すぎる話を周りの人に聞かれないように注意した方がいいんじゃないでしょうか。再契約について、 MJ が除隊後に契約を更新するのかという気になることを鑑定してみたいと思います。おそらく私の予想では MJ は契約を継続するんじゃないでしょうか。というのも、除隊する2023年の11月の運勢としては、復活すると出ているからです。自分の気持ちが復活して、勢いも戻ってくる。また自由に行動したくなる。情熱的に何かをしたいなという気持ちを持つと、そういうふうに出ているので、これはまさに芸能活動を再開したい。除隊とともに、アストロのメンバーの一員として頑張りたいっていう気持ちだと思うので、おそらく活動を続けるんじゃないでしょうか。また周りからの働きかけとしても、応援してくれる人が増える、周りの人が MJ の話に耳を傾けてくれる、そして中心に引っ張り出される機会が増えると、そのように出ているので、このタイミングで契約を更新しないっていうのはないんじゃないですかね。まず MJ 自身の気持ちが燃えていますし、会長ですし、勢いが復活すると出ているので、本人もやる気はあると思います。ラキ。ラキは活動の再契約について協議中ということですね。ですから今後契約更新するかどうかがまだ不明ということなんですけれども、ラキといえば2022年女優のパク・ボヨンと熱愛騒動がありました。これについてはすでに占っておりまして、私の中ではもう勝手に結論が出ていますので、興味がある方はぜひそちらをご覧ください。真剣に鑑定して出た結果をそのまま言っているだけですけれども、この2人の熱愛についてはあまり良くない状況というか、ファンの方々に反感を買ってしまった面もありますし、今でもよくわからない状況と言われています。なぜならばラキは熱愛を肯定したにもかかわらず、女性側はただの友達ですと、そのように言っていて意見が食い違っているからです。しかし私は付き合っていると思いますし、むしろ関係を否定している女性側の方がラキにかなり惹かれている。しかし炎上が怖いので否定していると。
そのように思っています。またラキがなぜ再契約をせずに未だに協議中なのかという理由がよくわからないんですけれども、すでにラキの活動中断というデマが拡散されたり、それについて事務所が反論したりと、そのような騒動も起こってますね。ラキが再契約するかどうかはわかりませんけれども、個人的には契約を続行して活動していった方が絶対にいいと思います。ここで契約しなかった場合に、人生において本人が後悔する可能性が非常に高いからです。ラッキーがなぜ再契約を了承しなかったのかという理由は分かりませんけれども、おそらくラッキーはパク・ボヨンとの恋愛、そちらに焦点を当てすぎていて、恋愛を取るか仕事を取るかと勝手に思い込んでるからかもしれません。そして今のところは恋愛を優先したい。そのためにはアストロとして活動しなくても本望だぐらいに血迷って思ってる可能性があります。ラキの元々の性格として非常に愛情を求めていて、愛が全て、愛が命と思っている。自分の愛する人のためならば他のことを全て投げ打っても構わないくらいに、もしかしたら思っている可能性があります。それくらい愛情深い性格です。このような愛情深くて優しくて思いやりがあって素晴らしい性格なのは本当にいいことですし、こういう人を個人的には大好きなんですけれども、目の前の愛に溺れすぎて視野が狭くなりすぎていると思うので、ちょっと冷静になった方がいいんじゃないでしょうか。ここで主の占いサイトのお知らせです。そもそもラキが芸能人になったっていう理由は、もちろん歌と踊りが好きでみんなに良いパフォーマンスを届けたいっていう気持ちが強いと思いますけれども、それ以外では自己顕示欲がもともとあって、野心もまあまあありますし、有名になりたいですとか、自分の存在を世の中に知ってもらいたいっていう気持ちも普通の人と比べると結構強いと言えます。そのような強い自己顕示欲または野心、それをアストロをやめて満たせるのかというと、なかなか難しいです。ですから自分のためにもアストロでの活動は続けた方が絶対いいと思いますね。またこの方は時々過激な行動に走ってしまう時があります。普段は優しくて冷静で物静かな感じなんですけれども、時に破壊的な行動に出たり、過激なことをして突っ走ってしまうっていうことがあります。これは衝動的な感情により起こりますね。今回も衝動的に契約しないですとか、一時的な気の迷いで契約更新しないっていうのはやめた方がいいと思います。この方に限らず、若い時の男女の愛情というのは一生続く可能性の方が低いですし、ましてや有名人同士の恋愛で障害が多い場合、いくら本人同士が好きだとしても長く続ける可能性、そして結婚にまで至る可能性というのはかなり低いですから、一時の恋愛感情で自分の人生を棒に振るっていうのだけは避けた方がいいんじゃないでしょうか。そんなラキの今年の2023年の運勢なんですけれども、金運がとても良いので、だからこそ仕事に頑張った方が良いと思います。また堅実に行動することで、その堅実さが確実に結果を生み出すので、ふらふらと恋愛にかまけている場合ではなく、今年こそ着実に仕事で結果を残して来年以降堅実に生きた方が良いと、そのように出ています。純様、この方は2023年の1月初旬に3度目のコロナウイルスに感染したということで、スケジュールが一部中止になったようです。ですからファンの方々は体調が心配だと思うんですけれども、今年体調に気をつけた方がいいですとか、そういうことは特に出ていません。それどころか本人としては仕事のやる気に満ち溢れていますね。ですから自分の病気によりスケジュールがキャンセルになってしまったことに対しては、非常に悔しくて歯がゆい思いをしてるんじゃないでしょうか。せっかくやる気があってファンの皆さんと交流できる機会だったのに、残念と思ってると思います。今年は仕事やそれ以外のことに対しても意欲にあふれて、物事を達成したいという気持ちが高まる一年になりそうです。また自分がそう思うだけではなくて、運の後押しもあり、スムーズに物事が進んでいくでしょう。
そして実力を発揮するという機会にも恵まれ、自分も嬉しいですし、周りからも評価される、そのような素晴らしい1年になると思います。それはとても良いんですけれども、あまりにも物事がスムーズにいったり順調にいくので気が大きくなって調子に乗って失敗するっていう方向に行かないように、そこだけを注意すればいいんじゃないでしょうか。この方は明るくて無邪気な性格で、裏表があまりないですし、話術も巧みです。サービス精神があるので、みんなを楽しませる発言をしようですとか、面白いことを話そうっていう気持ちも強いので、それはとてもいいところなんですけれども、気が大きくなって失言をしてしまったり、言ってはいけないことまでつい口を滑らせたりっていうことも、もしかしたら今年ありえるので、そこは注意した方がいいんじゃないでしょうか。そしてもともと努力家なので、それに伴う大きな成果を上げることができますし、普段努力をしているからこそ今年それが実ると言えるので、今年はその実りを受け取る時期ということで期待していいんじゃないでしょうか。ムンビン。次はムンビンなんですけれども、ムンビンとユンサナは2人のユニットのアルバムをリリースするということです。ですからムンビンの2023年の運勢を占う前に、ユンサナとの相性を詳しく見ていきたいと思います。この2人は性格はかなり異なる面があると思うんですけれども、一緒に仕事をしていく上ではとてもいいパートナーなんじゃないでしょうか。2人で現実的な何かをすると発展するという相性です。そして一緒に行動することで生活に豊かさをもたらしますし、お互いの人生に良い影響を与え合っているのは確かです。また知的好奇心が刺激されたり、お互いの能力が活性化するという面があるので、この2人がユニットを組んだ場合に、もともと持っている各自の資質がさらに伸ばされるというか、さらに向上すると言えると思いますね。この2人のパワーにより夢が叶いやすいと出ています。ただ仕事面ではとてもいいパートナーで最高の相性の2人なんですけれども、かといってプライベートで友達としても相性がとても良いのかっていうと、それほどでもないと思いますね。2人はお互いに実行力はかなりあるんですけれども、自分のしたいことをしたいようにする、2人とも個人主義なところがあって、相手に対して良くも悪くも干渉しない。なので相手が何か間違ったことやちょっと不道徳なことをしそうになった際にも注意し合わないというか、相手に対して干渉しないので、それでちょっとルーズなことをしてしまったり、油断が生まれやすい関係かもしれません。しかしプライベートで付き合う必要も別になければ、グループとしてユニットとしてはとても良い関係ですし、社会的な成功をもたらすことができる2人の相性なので、これからもファンの方々を魅了していくんじゃないでしょうか。ムンビンの2月の心の動きを占ってみます。ムンビンは今自分が持っている地位やポジション、アストロとしての自分、そしてユンサナとのユニットとしての自分などなどを大切に育てたい、これからもずっと保っていきたい、そしてもっと発展させていきたいという気持ちが強くなる2月と言えると思います。ですから新しいことに挑戦したいというよりも、今まで持っている自分の地位やポジションをこれからもキープしていきたい、安定して保っていきたいという気持ちが非常に強まってくるんじゃないでしょうか。ですからファンの皆さんのことも、今までありがとう、これからも大切にしていきたいし、ぜひ応援してねという気持ちを強く持つでしょうし、自分の今の現状に感謝して幸せに浸るっていうこともあるんじゃないでしょうか。ジンジン。以前から私はこの方を個人的に大絶賛してるんですけれども、その気持ちはさらに強まっています。なぜかというと、この人ほど優しくて強い性格の人はなかなかいないと思いますし、久しぶりにこの方を鑑定してみて、さらにそのような思いが強まりました。またこの方は性格的に素晴らしいだけではなくて、めちゃめちゃ可愛らしい人だと思います。母性本能をくすぐるというか、可愛い子犬のような部分もあるなぁと感じますし、性格的にはものすごく強い面もあるのに、強いだけではなくてとっても可愛いし、なかなかここまでの正反対の要素を持っている人というのもいないと思うんですよね。
K-POP アイドルは先天的に魅力的な性格の方が多いんですけれども、その中でもこの方ほど魅力的な人はなかなかいないと断言してしまいます。結婚相手としても一番良い、上司としても一番良い、もちろん恋人としても良いんですけど、恋人としていいというくらいのそんなレベルではない、男性としての性的魅力があるだけの人ではない、そんな方なんじゃないでしょうか。このように大絶賛してしまいましたけれども、人間なので当然弱点や欠点もあって、それも言っておかないと不公平なので話してみたいと思います。あえて言うならば心配性なところでしょうか。何か一つ心配なことがあると、それだけに気持ちが集中してしまい、過敏に反応するっていうところはあると思います。そんなに気にしないでいれば全然平気なことなのに、必要以上に心配してハラハラドキドキしてしまったり、周りの人に愚痴をこぼしたり、どうしようどうしようとやたらと不安になって、不安な様子を表に出してしまうっていうことがもしかしたらあるかもしれません。そのように不安などに対して過敏に反応してしまう心配性なところがある、心配なことに対して愚痴などを言いやすい、悲観的になりやすいっていうところはあるものの、結構すぐにケロッとしたり立ち直りも早いという面があります。またそのように愚痴を言ったり悲観的になっているところも、周りから見ると可愛いなと思ってしまう可能性もあります。私はこの方の生年月日と生まれた場所からホロスコープを出して詳しく鑑定して、この方の魅力が分かったんですけれども、それを分からずアストロのパフォーマンスを見て人心がいいなと思った方は非常にお目が高いんじゃないでしょうか。詳しい性格などを分からず、なんとなく直感でいいなと思ったそこのあなた、すごいです。非常に男性を見る目、人間を見る目がある方って言えるんじゃないでしょうか。そんな自分に自信を持っていいと思いますね。もっとこの方の魅力を多くの人に知ってもらいたいなと勝手に思ってしまいます。さてこの方は3月15日生まれということなので、2023年の3月の運勢を占ってみます。3月はこの方は自然に自己主張ができそうです。普段はそんなに自分が自分がという感じで我が強くない性格なんですけれども、3月はいつもより大胆に自分をアピールすることができて、今まで進んでいなかったプロジェクトや滞っていた物事が3月を境に動き出すという、そのような結果が出ています。いずれにしても3月はこの方の誕生日月ということもあり、自分の良いところがクローズアップされて積極的にアピールできる月なので、目標を定めるっていうことが大切になるんじゃないでしょうか。一旦目標が定まれば、この時をスタート地点として物事の弾みがつきます。何か新しいことを始めるのにぴったりの月になると思います。チャウヌ、2023年のチャウヌは仕事運がとても良いと言えます。また運が良いだけではなくて、自分の心の中でも楽観的に自信を持って何事にも取り組むことができるんじゃないでしょうか。もともと性格的に未知の業界や人間関係の中にも果敢に飛び込んでいる人なんですけれども、今年はさらにその資質が強まって、新しい事業やプロジェクト、そういうものを立ち上げても成功しやすい時期となります。今年の2月から初の単独写真展を開催するチャウヌなんですけれども、今年始めたことはこれから12年間にわたってうまくいく可能性が高い、新しいことが成功しやすいと言えるので、単独写真展も今年だけではなくて来年以降も毎年毎年行うことができたり、写真展がチャウヌのこれからの売りになったり、テレビドラマや音楽活動だけではなくて、写真展といえばチャウヌ、チャウヌといえば写真展が有名と、そんな風にこれから言われる可能性もあるんじゃないでしょうか。このような絶好調のチャウヌなんですけれども、気をつけた方がよろしいことというと、それは一つだけありまして、太りすぎですね。普段からきちんと自分のビジュアルや健康管理はキープしている方なので、心配はいらないと思うんですけれども、今年は物事が良い方向に拡大していくという年なので、体重も拡大していきやすいと言えます。
ただこの方は自分を律する気持ちが非常に強く、自分の欲望に負けない方なので大丈夫だとは思うんですけれども、一応そのように鑑定結果が出ていたので言ってみました。この方はなぜ自分を律する気持ちが強いのかというと、先天的に恋愛や楽しいこと、嬉しいことに対しての罪悪感を無意識ながらにも持っていて、あまりにも楽しいことをすると良くない、自分に厳しく生きていかないといけない、自分を鍛えて生きていくことがいいことだと、そういうふうに思っているので、禁欲的な生活を自然とすることができますし、放っておくと自然に禁欲的な生活になってしまうと言えます。そのような自分に厳しい姿勢がこの方の美しさを保つことにつながっているのは間違いないんじゃないでしょうか。終わりです。その他のアストロの占い動画は説明欄から。